こんにちは、博士です。今回は学科受験生の方向けに、今の学習ペースで学科試験に間に合うかどうかを確認する方法についてお話します。学科の勉強をしていると、今の速さでいいのか不安になりますよね。もし学習ペースが遅いならスピードを上げなきゃいけないけど、今の状態がわからないのでどうしたらいいか判断できないと学科受験生からよく相談をいただきます。これまで2000人以上の受験生にアドバイスさせていただいてますが、今からお話しする考え方で軌道修正した結果、学習ペースをつかんで合格した方が少なくありません。今日の動画を見ていただくと、7月の学科試験までに間に合いそうかどうかが大まかに判断できるようになります。考え方の本質をお話しした後に、具体例を使って説明していきます。それに加えて、もし間に合わない場合は、どのように学習ペースを上げるべきかについてもお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。現時点で試験に間に合うのかを確認することは簡単です。取り組むべき学習量から今理解している量を差し引いて、その差分を1学習サイクルで理解できる量で割ります。得られた数値に1学習サイクルにかかる時間をかけると、合格レベルに達するために必要な期間がわかります。今お話しした内容を具体的な数字を使って説明していきます。実施するべき学習量は20年分の過去問1万本の選択肢とします。別の動画でも説明してますが、学科で100点を取るためには20年分1万本の選択肢の攻略が必要です。仮に現時点で1万本の選択肢のうち3000本を理解しているとすると、試験までに理解するべき選択肢は残り7000本です。1学習サイクルあたり1000本の理解が進んで、かつその理解に1ヶ月かかると仮定すると、合格レベルに達するためにはあと7ヶ月必要だということになります。もし1月時点ならギリギリ間に合うと判断できますし、5月時点なら今のペースでは間に合わないということになります。この考え方に基づいて、あなたの学習ペースで学科試験に間に合うかを確認してみましょう。まず3つの情報が必要です。現時点で理解している選択肢の数、1学習サイクルで新たに理解できる選択肢の数、そして1学習サイクルにかかる期間です。まず、どうやって現時点で理解している選択肢の数を計測するかについて説明します。やり方は単純で、1万本の選択肢を分かる、怪しい、分からないに分類します。分かるは自信を持って丸または×を判断できる状態です。分かる以外は怪しいまたは分からないに分類してください。面倒な場合は分かると分からないの2つに分けるだけでも構いません。分かるに分類した選択肢の数が現在の理解量になります。次にどうやって1学習サイクルにかかる期間と理解量を計測するかを説明します。たった今説明した分類作業を1サイクル目だとすると、2サイクル目で新たに理解が進んだ選択肢の本数と2サイクル目にかかった期間を計測してください。これが1サイクルあたりの理解量とそれにかかる期間になります。サイクルが進むにつれてこの数字には変動はありますが、ここでは学習ペースを確認するために使うだけですので、この数字そのものに神経質になる必要はありません。7月までの残り時間と比較して、間に合いそうならこのまま学習を進めましょう。もし本試験までに間に合いそうになければ、次の2点を確認して理解速度を上げてください。1つ目、出題頻度の高い過去問から手をつけていますか？なぜ出題頻度の高いものから取り組むかというと、比較的理解するのが簡単だからです。絶対ではありませんが、よく出題されているものほど解説や情報も多いので理解しやすいです。逆に言えば、出題頻度が低いものの中にはかなり難しいものがあって、理解までに時間がかかります。ですので、よく出題されるものから理解することで、本試験で点数を取りやすい状態を作っていきましょう。例えば、施工ではコンクリートはよく出題されます。さらに、コンクリートの中でも頻繁に出題されるものがあるので、狙い撃ちして理解速度を上げてください。では、どうやって出題頻度が高い選択肢から取り組むかというと、過去の出題年度が書かれた問題集や参考書を使いましょう。20年以内に5回以上出題されているものは要注意ですので、優先的に取り組んでください。2つ目、
日常のあらゆる場面を学習時間にしていますか？そんなの当たり前じゃんと思われるかもしれませんが、ほとんどの受験生の方は学習時間をあえて確保しようとしています。つまり学習時間とは捉えていない日常生活の中に何とかして学習時間を作ろうとしているわけです。もちろん机に向かう勉強時間は必要です。ただし考え方が逆で、学習時間にどうしても使えない時間以外は全て学習に充てるべきです。例えば生活時間ならトイレでは覚えたいものを壁に貼って声に出して読み上げる、お風呂ではアウトプットの練習として水で洗い落とせるお風呂専用のクレヨンで壁に公式などを書いてみる、家の中でのお掃除や料理中は音声学習をしながら一緒に声に出すシャドーイングをしてみる。これで記憶に残りやすくなります。また移動時間なら通勤はもちろん、乗り物に乗ったら全て学習時間です。電車でも車でも飛行機でも区別する必要は全くありません。移動時間には音声学習がおすすめですが、教材がなければ覚えたい内容を自分で吹き込んだものを聞きましょう。そしてもちろんお仕事中だって学習できます。現場に行くときは施工の過去問 PDF をタブレットに入れて必ず持って行ってください。その日の工程と過去問を照らし合わせて現場の光景を記憶に焼き付けて得点源にしましょう。実は飲み会ですら学習時間にできます。正直言うと受験生の飲み会の参加はお勧めしませんが、どうしても参加する場合は日頃学習した内容をまるで仕事熱心なふりをしてどんどん同僚や上司の方にアウトプットしましょう。例えばシーリングの2面接着と3面接着を使い分ける方法などは意外と盛り上がると思います。バーッとお話ししてきましたが、起きている時間の8割を学習時間にできれば勝てます。少なくとも学科試験で惨敗することはありません。以上、今の学習ペースで学科試験に間に合うかどうかを確認する方法についてお話ししてきました。今日の動画がお役に立てた場合は、海豆研究所に入って1級建築試験を一緒に攻略しませんか？研究所への入り方は簡単です。チャンネル登録ボタンをポチッと押してください。参加をお待ちしています。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。